大通り8丁目。よし、お、先ほど7丁目は札幌テレビ塔見えなかったんですけど、8丁目は木より高いんで遠近法で見えますね。時間は、はい、2時31分です。よし、ゴミ収集車邪魔です。8丁目も手すり付近、こちらはお花噂ってません。あ、お花さんは、メンテナンス協力ガーデニングディラノ会、一個一個に名前がついてるんで、分かりやすいですね。お、ホップ、ホップ札幌での栽培、開拓者ビールの原料であるホップの栽培を推奨し、現在の北海道庁正門付近でホップの栽培を始めました。その後上白石村苗坊現札幌ビール園付近山花地区へと広がりました。大正時代に入り藻岩村琴荷村豊平町でホップの契約栽培が行われました。札幌のあちこちでホップが盛んに栽培されたことが分かります。大正12年当社は上富良野町にホップ専門の研究所を設立、現在も生産者の方と力を合わせてホップ栽培に注力しています。札幌ビール、ホップの実物を見てもらいたくてここで栽培することにしました。さあホップどれだ、ホップどれだ、ホップホップ、あ、ホップどれだ、実物を見てもらいたくてここで栽培したホップ、悲しいかな、どれがホップなのか私には分かりません。いや寂しいわ。待てよ、ここに大通り8丁目の表示があります。
ここには大通り9丁目の表示があります。ということは8丁目と9丁目くっついてるんで、道路ここの道路は渡れません。あ、さっきと同じですね。こちらのトイレ、警報装置が発信したら電話してくださいというトイレです。お、あらららら、これはね、なんだっけ、これはね、ジャングルジムじゃないし、まあね、お、滑り台とかありますね。お、でっかい象が出てきました。有島武郎文学碑、小さきものよ、不幸な、そして同時に幸福なお前たちの父と母との祝福を物に締めて、胸に締めて、人の世の旅に登れ。前途は遠い、そして暗い、しかし恐れてはならぬ。恐れないものの前に道は開ける。行け、勇んで、小さきものよ。有島武郎文学碑、ちょっと後ろを見てみようかな。あった、よし。彫刻藤川、なんだこれ、元市っちの、台座、山本和也。よし。建立、建立、昭和37年9月22日、有島武郎記念会、碑文。お、武者の工事実篤、大事、半沢俊、武者の工事実篤来ました。8丁目9丁目でしたので、こちらは10丁目になります。10丁目、大通公園の真ん中は、ケプロンさんと、あれは黒田清隆だと思ったんだけど、像が立ってます。ブランコ、いや、鉄棒ある、後でやってみます。鉄棒は、お、あったぞ。おっと、失敗。
小さきものへ、ものよ、うん、小さいものへ、旅に出ろって言って、でここがその小さい人たちの遊び場っていうところだね。なかなかいいですね。お、走りました。お、なんか行かないのか、行かないのか、難しいのか。大股でやってみなというアドバイスがありますよ、うん、ダメだわ、うん、あ、違う違うって言って見本見せるぞ。お、あ、ダメだダメだよ。ここまでが9丁目。これ後ろの丸いとこから入って外側をぐるっと回ってくる。後楽園ホテルから東京ドームホテルに変わったんですね、これね。東京ドームホテル、うん、はい、大通り8丁目戻ってきました。よし、1丁目2丁目3丁目、特に2丁目3丁目っていろんなゾーンが立ってたんですけどね。あっちの方が観光のメインで、こっち5丁目とか6丁目とか7丁目8丁目9丁目とかって、こっちの方はもう市民の憩いの場、遊んだりとかそういうところのようですね。8丁目終了しました。